では一般質問をさせていただきます。まず、阿久根市の事業目的と投資成果について、板書学校公園キャンプ場約1億5000万かけて収入が、経費が年間130万人件費だけですね。そして収入の見通しが120万と前回ご答弁いただきました。運営開園といいますか、営業始まってからの現在の段階で、まあ、今回のこの先の1年間の見通しはどうなるのかということを教えてください。それから前回申し上げました、道の駅阿久根板書学校公園キャンプ場の Wi-Fi 環境、たった15分で切れるというような状況だったんですけども、時代に合わないのではないかと改善を求めたわけですが、どうなったか教えてください。それから板書学校公園の駐車場にあるトイレの件、前から申し上げておったんですけども、前回はもう完全に作り直しをせないかんというような答弁であったかと思います。どうなったかお答えください。それから、今までですね、阿久根市は事業として風テラス、それから阿久根駅キャンプ場など箱物事業を目的として、箱物事業の目的としてきたのは関係人口と交流人口を増やすと言ってやってきたわけですけど、そもそも関係人口交流人口って何のことでしょうか。人口数ですから数値目標があるはずですよね。その辺を教えてください。目標がなければ、ね、目指しようがないし、やった甲斐もわからんという状況ですので、ぜひそこはお答えください。それから国道389号の管理事業、県から権限委譲を受けて市が管理を始めましたけれども、道路環境は良好に維持できていますか。また通年の維持管理は可能であると考えているのでしょうか。できてますかということですよ。まず、新型コロナワクチンの薬害について、日本ではですね、過去にも薬害エイズで、厚労省の不手際といいますか、やるべきことをやらなかったことによって多くの被害が出て、厚労省官僚も逮捕されるという件がありました。その前には、それより以前にはクロロキン事件といって、リウマチの治療薬を厚生省製薬課長は、自分は知ってて服用をやめ、しかし当分の間国民にはそのことを知らせないということをやってきております。今、ここの何年か前からワクチンですね、新型コロナワクチン、これについても被害報告は多数出て、あの NHK ですら薬害被害についての報道をやっております。死亡と傷害、もう報告が1万件以上出ておりますね。その報告されたのが、申請されたのが、今年の6月10日で1万1305件受理されたものがですね、そして死亡一時金などが1383件、障害年金は538件など大変な被害者が出ております。これについて調査、実態を自分たちでも認識したことがあるのかと。また超過死亡者数、推測される死者をはるかに超えて日本では死者が増えております。最初の2021年の2年間の超過死亡者数は11万1000人、そのうちコロナで死んだのが亡くなったのが1万8400人
というような調子で、コロナ以外の死亡者数が非常に多い。今も増え続けております。そういったことには、阿久根市はこの接種を推進してきた責任もあると私は思うんですけども、いろんな注意もしなきゃいけないはずですよね。厚労省は過去に、10代、20代の男性にはリスクを伝えるよう自治体に求めているということもございました。リスクがあるというのはもう阿久根市も認識してなきゃいけない。そもそも治験もやらずに接種をさせているわけですから、動物実験も終わってない。まあ、直接人体で動物実験やってるようなものです。もう危険極まる状態であるということを市民は知らずに打って、バタバタ倒れているということは認識されてるのかなと、まあ、思います。次に、危険な放置家屋対策。前回指摘した建物について、阿久根市は、市長が言ったのは、さまざま手続き、ルールにのっとってやっていくことと理解すると、こういうのを繰り返してましたけれども、大体どんな手続きをしてきたのかということですよ。そして、相手方のいることですから、手続きとして、まあ、弁護士に相談しなきゃいけないこともあるでしょう。そういうのもちゃんとやってきたのかどうかということも教えてください。それから、給付金支援確認事業、確認書というのを私のところに送ってきたんですけども、もう全く分からないの、分かりにくいというか、到底こういうのを一般の市民の皆さんに送ったところで、何書いているか分からない、その状態で、異議ありません、はい、署名ください、名前、全部理解して名前書いてくださいって、これひどくないかと思うんですよ。理解できないものに名前書いてくださいって、これはちょっと、ねえ、受け取る身になって文書を作成するという考えはないのでしょうか、というふうに思うんです。次に、消滅可能性改善のために。市長は、その、私たちだけに言うなと。消滅可能性、可能性自体は外因的な要素があって指定されたと課長は言い、ね、市長はいろんな方と一緒になっていく、全くもう自分たちに対するの責任があるというふうには見えないんですよね。じゃあ誰に責任があるのって、責任もない、能力もないなのか、それはいけませんよね。議会にも責任がある、そして市長が言った通り市民にも責任がある。なら何を反省しなきゃいけないのか分かってなきゃいけないじゃないですか。どうでしょう。そしてこの施策について、職員もちゃんと納得してやってるのかなと、言われてから仕方なくやってるだけじゃ何の成果も出ない、当たり前ですし、成果出なくても両親の呵責とか起こらんわけですよ、ね、市民の皆さんは要望を上げるだけ、市役所は何かやってみてるだけ、何か失敗したような気もするけども仕方ないと、外因的な要因でございますなんていう、そういう態度はまずいんじゃないですか。やっぱり私は何かね、責任を負いたいですよね。そして目標をはっきりさせて、惨めな人がいなくなるようにしたいですよね。ねえ、違います。それから市民子どもたちの障害の幸福づくりに向けて、まあ教育なんですけどね、もう国が決めたことをそのまま時間割も含めて進めていくしかないんじゃないかというのは良くないと思いますよ。なんせ目的は子どもを幸せにすることですよ。将来じゃなくて今幸せでなきゃいかんわけですよ。学ぶことが楽しい、幸せだと思わせないかんわけですよ。で、それに関わる親や教師も幸せでなきゃ子どもたちを幸せにすることはできない。決まりを守ることが私たちの役目です。では良くないんじゃないでしょうか、ね、日本には
通知表もテストもないという学校もございます。さまざまな工夫があってよいと私は思うんですけども、いかがでしょうか。そしてですよ、どうしても議会は、議員は議会を守りたい、職員は役所を守りたいと思う、こういうことでですね、結果的に市民から市役所や議会 を守る、そういう気持ちになってしまうんじゃないかな。そういうことであっては市民の皆さんも敵する動きになっちゃう、そう思いませんか。市民に愛される役所や議会にはならないと思いますよ。市民に開かれた議会でなきゃいかん。以前私が、実は広報委員会を忘れていたところ、議長から呼び出しを受けました。そこで言われたことは、今議員報酬を上げたことで市民は敏感になってる、気をつけてくれと注意されましたねえ、なんかやましい気持ちがどっかあるからそういう注意になったんだろうと私は思うんですよ。そして学ぶというのは子どもの時代だけじゃない、一生を通じてその学ぶことが喜びにならなきゃいけないと、ね、これから先、今まで私たちが習ってきたものはあんまり役に立たなかった。実際ここにおいでの議員の皆さんもですよ、学校はサボってた、宿題はしなかった人がたくさんおいで、かえってそのこと、そういう人たちが成功したりする社会ですよね。ね、覚えて単に点数取るための勉強なんか役に立たない、もうそういう時代にすでになってるんですよ。そのことの認識は足りてないんじゃないでしょうか。そして、今の国の状況や教育行政について詳しく携わってきた元官僚の方々が、9月23日に講演を、風テラスで講演が行われます。いろんな社会のこと、そしてこれからのことを学ぶ機会として、職員、市民と一緒に学ぶ機会とすべきではないでしょうか。機会に終わります。西浦市長、はい、どうぞ。西浦市長、竹原議員にお答えいたします。はじめに事業目的と投資効果についてでありますが、1点目の万松学公園のキャンプ場につきましては、この後都市建設課長から答弁をさせます。次に道の駅阿久根万松学公園キャンプ場における公衆 Wi-Fi の環境についてですが、両施設においては NTT メディアサプライ株式会社が提供する Do スポットを導入しており、 Wi-Fi への接続回数等は1回15分、4回までとされているところであります。令和6年第1回市議会定例会の予算委員会において竹原議員から公衆 Wi-Fi への接続時間が短いのではないかとご指摘を受けたところですが、両施設において接続時間の拡充をする方向で検討しております。次に万松学公園第一駐車場のトイレのドアについてですが、この件については市で現場確認を行い、ドアの開閉に不具合のあった箇所については本年3月に修繕を行ったところです。次に関係人口と交流人口の定義についてでありますが、まず交流人口とは観光やレジャー、買い物などでその地域を訪れる人々のことを言い、関係人口とは定住人口でもなく交流人口でもない、過去の居住や滞在などの何らかの地域との関わりをきっかけにその地域と多様に関わる人々のことを指すものであります。なお風テラス阿久根などの市内公共施設におけるこれらの数値目標についてでありますが、
市として関係人口に関するデータは補足しておりませんが、交流人口となるそれぞれの来館者の数などについてはこの後担当課長から答弁をさせます。次に国道389号についてですが、本路線につきましては本年4月から阿久根市が県からの権限委譲を受けて管理することとなり、その管理業務については公益財団法人阿久根市まちづくり公社に委託して実施しております。そして現在委託業者によってこの路線の歩道及び乗り面部の仮払い作業や植栽帯の除草、高木並びに低木の剪定等の作業が行われているところです。管理業務の実施にあたっては歩道及び乗り面部植栽帯における草の繁茂状況などについて委託業者と情報の共有を行い、車や人が通行する際の視認性や安全性を確保することを念頭において除草等の必要な作業を計画的に実施しており、道路環境は良好に維持できているものと考えております。なお管理業務の委託期間は来年3月末としており、市としましてはこの委託業者によりこの路線の通年の維持管理が適切になされるものと考えております。次に新型コロナワクチン接種についてでありますが、本市では令和3年3月から令和6年3月末までに延べ8万844人の市民の方が新型コロナワクチン接種を受けられたところです。これまで本市においてワクチン接種により死亡や重度障害に至ったとの報告は受けていないところですが、ワクチン接種による健康被害報告が2件あったところです。また新型コロナワクチン接種については令和6年4月からは定期接種 B 類疾病として位置づけられたことから、接種については自らの意思で予防接種を希望する方にのみ接種を行うものとされ、接種を受ける法律上の義務はないところです。しかしながら予防接種の実施主体は市町村であることから、今後も予防接種を希望する市民の方が接種を受けることができるよう泉郡医師会など関係機関と必要な協議を行い、接種体制を整え周知を図っていくこととしております。一方国全体の集計では新型コロナウイルスワクチン接種回数が4億3600万回を超えており、国においては接種により発生したと思われる健康被害などについて審査を行い救済認定を行っております。本年8月22日時点で1万1773件の申請があり、死亡にあっては777件、副反応にあっては7970件の救済認定がなされております。次に超過死亡についてですが、超過死亡とは過去のデータに基づき予測される死亡者を超える死亡を指し、公衆衛生や医学研究の重要な指標とされております。本市では毎年1回開催する阿久根市健康づくり推進協議会において、前々年の人口動態統計に基づき死亡数及び死亡率について報告を行っているところです。令和4年人口動態統計によると、令和4年中に死亡された市民の方は419人であり、死因別ではがんが全体の 18.6% と最も高く、心疾患と老衰が同率で 13.8%、 脳血管疾患 7.9% と続き、新型コロナウイルス感染症による死亡者は 3.3% となっております。国全体では令和4年中に死亡された国民は約157万人であり、死因別ではがんが全体の 24.6% と最も高く、心疾患 14.8%、 老衰
11.4% と続き、新型コロナウイルス感染症による死亡者は 3% となっております。国全体との死因別の比較を行うと、阿久根市はがん及び心疾患による死亡率は低く、老衰による死亡率が高いことが特徴であり、このことは高齢化率が影響しているものと考えているところです。次に、危険空き家等への対策についてでありますが、本市では空き家等の適正管理や利活用の促進等の対策を総合的に推進するため、阿久根市空き家等対策計画を策定し、危険な空き家の解体撤去に対する補助金の交付等の取り組みを通じて、所有者等による適正な管理を推進しております。平成28年度に実施した空き家等実態調査で把握した空き家戸数1894戸のうち180戸がこれまでの間に解体撤去されたことを確認しているところです。今回議員からご指摘のありました空き家の件に関しましては、令和2年度及び3年度に所有者に対して当該物件に関し適正管理を求める文書を通知しております。また先日改めて所有者宅を訪問して適正管理を求めたところであり、その際今後の管理方法について確認したところ、現在解体に向け事業者に見積もり依頼を行っている段階とのことでありました。引き続き所有者に対して適正管理を行うよう求めてまいります。なおこの件に関しまして市の顧問弁護士には相談はしていないところです。次に、調整給付金支給確認書等についてですが、現在国において物価高への市民の一環として、納税者及び扶養親族等1人につき所得税3万円、住民税1万円、合計4万円を減額する定額減税が行われています。そして定額減税の額が実際の所得税等の額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対しては、その差額を調整給付金として支給することとされています。給付金の支給にあたっては、8月に対象となる方に確認書を送付し、支給額、振込口座等を確認の上返送いただいて、その内容を審査し支給しているところです。1点目の返送状況及び返送のない方への対応についてですが、確認書の提出の案内についてはすでに市ホームページに掲載しているところであり、今後期限である10月31日までの返送について市広報誌や防災行政無線等で周知する予定にしております。なお確認書の返送状況についてはこの後担当課長から答弁をさせます。2点目の確認書等の内容についてですが、この給付金の支給は国の事業として実施するものであり、確認事項等国から示された様式に基づく必要がありましたが、その中においても返送期限等特に注意いただきたい項目については大きな文字やカラーで表示するなど、見やすく分かりやすいものとなるよう心がけたところです。これまでも市から市民の皆様にお届けする文書等につきましては、受け取られた方にとって理解しやすいものとなるよう、内容や見やすさにも十分配慮して作成する旨職員に指示しているところであり、引き続き留意してまいりたいと考えております。次に、市議会の役目と市政への責任についてですが、議会は市の重要な意思決定に関する事件を議決し、また行政運営を監視・評価する役割を担っております。このことについては地方自治法や阿久根市議会基本条例でも明らかにされており、市議会では議論や提言を通じて市政の発展に資する施策の形成を図っていただけると考えております。また市政は市民の信託に基づくものであり、議会を構成される議員と私はこのことを厳粛に受け止め、共に市民福祉の向上に努力しながらその責任を果たしていかなければならないと考えております。議員は先の第2回市議会定例会における私の答弁をもとに質問されていらっしゃいますが、会議録をご覧いただければお分かりになるとおり、
私は市議会らの市議会の本来の役目とか責任は市民にもあるといった発言は一切しておりません。市長や議員は市民の委託を受け公人として市政に参画しているものであり、職を離れた後においても自らが成してきたことについての政治的な責任は免れることはできないと考えております。このことに照らすとき、議員の発言はかつて市政に大きな責任を有する立場にあった方のものとしては、その責任を顧みる姿勢が希薄であると感じ看過できなかったところであります。次に、市が進める施策についてでありますが、市では現在令和2年度から令和6年度までを計画期間とするまちづくりビジョンに基づき地方創生のための各施策を着実に進めているところです。特に昨今の国際情勢の不安定化に起因した物価価格の高騰などによる市民生活の影響は今もなお大きく、また一方で少子高齢化、人口減少に直面する中において地方の活力維持、地域の活性化は喫緊の課題であると認識いたしております。このような中、市では現行のまちづくりビジョンの計画の周期が今年度であることから、現在令和7年度を計画の初年度とする新たなまちづくりビジョンの策定に向けた取り組みも進めているところであります。この中で市民アンケートやインタビュー調査なども実施し、市政に対する市民の方々の意見等の取りまとめも行ったところでありますが、これらを踏まえて地方創生のための関連施策のさらなる充実を図ってまいりたいと考えております。なお、まちづくりビジョンに基づく施策の検証・評価については掲げる基本目標ごとに数値目標を定めて、毎年度その実績及び評価を阿久根市まちづくりビジョン等施策検証委員会に諮るとともに、議会に対しても決算特別委員会の場で報告し、これらの結果も踏まえて必要な改善等見直しを行っているところであり、今後も継続して取り組んでまいりたいと考えています。次に、7問目の第1点と第2点についてでありますが、先ほど申し上げましたとおり、市では現在令和2年度から令和6年度までを計画期間とするまちづくりビジョンに基づき地方創生のための各種施策を進めております。現ビジョンの策定に際しては、事前に市民アンケートを実施し、市政の課題等を明らかにした上で、それらを解決するための施策について市民福祉の向上や地域の活性化を図る観点から全庁的な検討議論を重ね、主体的に取り組んだところであります。また現在は新たなまちづくりビジョンの策定に向けた取り組みを進めているところであり、同様に市民アンケート等の実施等を通じて改めて現状の課題等を把握するとともに、地方創生のための施策のさらなる充実を図ることとしております。なお、まちづくりビジョンに基づく各種施策のほか、市の事務事業の実施に際しては、職員に対し常に市民目線を貫き、市民の方々に寄り添った最良のサービスを提供するよう指導しているところであります。今後におきましても、適宜適切な情報発信と丁寧な説明を心がけ、広く市民等に対し取り組みの浸透を図りながら、行政・市民等が一体となったまちづくりの機運をさらに醸成し、市の将来像である帰ってきたくなる、行ってみたくなる東シナ海の宝の町阿久根の実現に向けたまちづくりを推進してまいりたいと考えております。次の3点目および4点目につきましては、この後教育長から答弁をさせます。以上でございます。教育長、中野教育長。本市の生涯学習の取り組み等についてですが、生涯学習の目的は市民一人一人が自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたってあらゆる機会や場所で学ぶことができ、その成果を多くの場で適切に生かすことができる社会の実現を図ることになります。このことから本市においても生涯学習の目的に即した基本方針を掲げるとともに、生涯学習課では1、市民のアンケートをもとに学習ニーズに応じた新規講座の開設や、
今後の暮らしに生かすことができるよう学習計画プログラムの作成と支援を行う。2、子育てや仕事をしている方々も学習できるように開催技術や時間の工夫を行う。3、人権教育をはじめ子育てやしつけ、情報モラルの向上など社会的課題に関する学習を充実させる。4、健康な暮らし、安全な暮らし、趣味、教養等の内容の充実を図るの4つの視点から障害学習講座、高齢者学級及び家庭教育学級等を開設し、市民の学習機会や学びの充実を図っているところです。このことから本市の小学習については一定程度役割を果たしていると考えています。一方、学校での学びを終え社会に出た後もさらに学びを重ね新たな知識や技能、教養を身につけるリカレント教育については今後取り組みの充実を図る必要があります。すべての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会を作る鍵は障害学習社会の実現にあると言われています。今後も市民誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、その成果をそれぞれの生活や地域での活動に生かすことができるよう各種取り組みの一層の充実を図るとともに、関係団体や学校、家庭、地域と連携強化を図り障害学習の一層の推進に取り組んでいきたいと考えています。次に、9月23日に開催されるこれからの教育、学校と地域の在り方の講演についてですが、コミュニティスクールを核とした学校と地域の連携共同とについての講演となっています。コミュニティスクールについては本市においても令和3年度から各小中学校に導入し取り組みの充実を図っています。今回の講演については学校職員にも参考になる内容が含まれていると考えることから各小中学校については周知を図ったところです。また風テラスアクネでチラシを配布するとともにポスターを掲示し市民への案内も行っているところです。以上です。池田都市建設課長。板昌公園のキャンプ場の本年4月から8月までの利用状況は、4月が75人、5月が76人、6月が53人、7月が21人、8月が53人の計278人であり、収入につきましてはキャンプ場利用者から徴収する施設使用料と物品販売代金として4月から8月までで約24万円となっております。また経費につきましてはレンタル物販購入費用が約8万円、薪購入費用が約15万円、人件費につきましてはキャンプ利用があった場合における時間外として約9万円、合計32万円となっております。なお、このキャンプ場の見通しについてですが、令和6年度における年間の利用者数を1000人、利用料金を約120万円と見込んでいるところであります。続きまして、板昌公園の来場者数につきましては、令和3年度が約6万5900人、令和4年度が約7万3600人、令和5年度が約6万6900人となっており、数値目標につきましては、阿久根市まちづくりビジョンの中で、来場者数を10万人と設定しているところです。また、令和6年度に開設しましたキャンプ場につきましては、年間1000人程度の利用を見込んでおりますが、令和6年4月から8月までの5ヶ月間で、利用者数は278人となっております。以上です。商工観光課長。にぎわい交流館阿久根駅における利用者数等の数値目標は定めていないところですが、レストランや売店におけるレジ通過者の直近3年間の実績は、令和3年度が約7900人、令和4年度と5年度が約9800人でした。以上です。障害学習課長補佐。え、
アゼテラスアクネにおける利用者等の数値目標については、自主文化事業の件数及び来場者数について、アクネ市まちづくりビジョンの中で目標値を定めており、年間10件の自主文化事業を行い、3000人の来場者を目指すとしているところです。自主文化事業の直近3年間の件数及び来場者数は、令和3年度が10件で約1800人、令和4年度が12件で約2200人、令和5年度が16件で約3700人となっています。また、アゼテラスアクネの利用者数については、令和3年度が約2万5800人、令和4年度が約5万400人、令和5年度が約4万5500人となっています。副市課長。知里梨山副市課長。調整給付金の確認書の返送状況については、令和6年9月9日現在、対象者3468人で、うち確認書を返送され、受付処理済みの方が2648人、返送されていない方が820人であり、回収率は 76.4% となっております。竹原議員。すべての根幹になる部分をまず答えいただきたいんですけども、阿久根市が人口が減っている原因について、白石議員の時の質問に対して、原因はわからないと。竹原議員、ちょっと名前控えて、番号で言っていただければいい。原因がわからないとおっしゃったのを、業に記憶しておりますが、間違いないですか。人口減少の原因は市長はお分かりになっていない。間違いないですか。西平市長。6番議員にお答えしたのは転入転出の理由についてお尋ねがあった際だったと思っております。竹原議員。人口減少の原因をはっきり答えてもらえませんか。竹原議員、質問を通告外にならないようにしてください。竹原議員、ちょっと待ってください。いや、まだ発言の結構。発言の許可を得てから発言してください。竹原議員。一番根幹の部分です。ね、阿久根市政の目的、福祉の向上、それができてない。福祉の向上とは市民を幸福にすることです。市民を幸福にできてない。市民は阿久根によっても幸福になれないから、人口が減少している。すべてはそこに集約されることです。市長はこの一番大事なところを理解しておいでではないんじゃないかなと思うわけです。理解して、そして対策を職員に指示する。それぞれの職員が自分のあるべき姿を、ね、理解して行動する。それによって、市民は幸せになり、人口も増える。それがやるべきことでしょう。減少の原因は福祉の向上ができていないことではないんですか。そこをまずお答えください。西平市長。お答えいたします。人口減少の理由、これはさまざまあるというのは皆さん十分ご承知おきのことと思います。特に阿久根市においては高齢者が多い中で、なかなかお子さんの数も司法を見ていただけるように生まれてくる数が少ないという中で、その差でどんどん減っていっているというのが現状であると私は考えております。議員がおっしゃる市民の皆さん方の福祉の向上、これも私はすごく大事だと思っておりますし、そのことについては
一生懸命この間取り組んできたつもりでございます。ただ私ただ申し上げたいのは、じゃあこの立場でですね、市民の幸福を願わない市長あるいは議員というのはいるんでしょうか。私はいつもこの施策を展開する際に常にそこを考えてます。どうやったら市民の方々が喜んでくださるか、どういったことをやったら市民の所得あるいは皆さん方の生活の負担が減るか、そしてまた所得の低い方々が生活する中で困りごとがあるところをうまくフォローできないか、そういったことを職員にも指示し、常に市民に寄り添った目線でいろんなことを対応するように指示をしているところでございます。以上です。竹原議員。どうやったら市民が喜ぶか、ね、喜ぶかではないんですよ、ね、困っている人たちに寄り添うということなんですよ。不幸になってしまう人を救うということなんですよ。例えば明石市ではお金がなくて大学を辞めないかん子供に市が直接お金を渡しました。あるいは、夫婦別れて扶養費を父親が出さない、それにも市が直接出しました。苦しんでいる人、悲しんでいる人、辛い人を先に助ける、ここにおったら何とかやっていけるんだという確信が持てる、そういう証しになったからこそ人口は増えていったんです。あなたのやり方は希望が、要望があったから箱物を作る、あっちから言われたからこうする、議会から言われたから議員の報酬を上げる、喜ぶ人たちばっかりの周りに囲まれてやっとると、結果市民から見限られて減っていっとるわけですよ。それからでは中身に行きましょうかね。竹原議員、今一項目目だと思いますけど、項目ごとに質疑を終わらせてください。そうしましょう。キャンプ場、この見通しというのは明るいと思ってるんですか、今の状態で1億5000万かけるキャンプ場がこの先やっていけると思ってるんですか、ね、維持費はどんどん増えていきます。そしてこの負担は次の世代にどんどん重くなっていく、私たちの時作って喜んでる場合じゃないと思うんですけども、本当大丈夫、いかがですか。西井市長。その前にですね、ちょっと発言の訂正を求めたいと思います。議員報酬を僕が挙げたみたいな言い方をされましたけども、議員報酬にあっては議会の方で提案をされて議会で議決をされたものでございます。私はこの会に関しては一切関係をしておりません。そこについては発言の訂正をお願いしたいと思います。竹原議員。そうですね、あなたは承認しただけです。賛成じゃないの。いやいやいや、あれは何だっけ、市長のもとに審議会があるんじゃない、報酬審議会が、議員たちについては検討する会があるんじゃない、関係ない、議会だけでやった。あ、そうですか。まあ裏で賛成したっていうのは聞いておりますけども、あ、そうですかと言っておきます。次どうぞ。違った発言をしないでください。どうぞ次へ。竹原議員、次の質問を続けてください。次の質問、キャンプ場の見通しについてじゃない。あ、何今訂正。あ、そうですか。あ、確かに、議員報酬については、議員報酬につい ては市民の、意見をほとんど聞かずに議会が、議員報酬について発言を禁止しますか。はい、じゃあやめましょう。やめてください。いいえって言ったから言ったんですよ。さっきのキャンプ場について次お答えてください。西平市長。はい、万松川公園キャンプ場のことですね、このことについてはですけども、近年キャンプで、家族で楽しみたいという方々、特に若い人に多いですね、そういった方々が楽しめる場所を提供するということは非常に私は価値があるものと思っております。人数とか、確かに今1000人ということで予定をしておりますけれども、もっと多くの方々に来てもらえるように、さらに施設の準備にも充実に努めながら、よりお客様に選ばれるキャンプ場になっていけばと考えているところです。以上です。竹原議員。
の負担はあなたではなく、後の市民が、若者たちが担っていくことになるんですよね。彼らを困らせることになるというのは気づきませんか。いかがでしょう。西浦市長。はい、市内の、市民の方々への負担ということでのお話だと思いますけれども、もちろんこのことについては多くの方々に楽しんでいただく福利の施設としても私は考えているところでございます。ですので、市民の皆さん方がしっかりと使っていただけることが大事であると思っておりますし、そのことについて、市民の皆さん方とともにこの利活用についてもより積極的に進めていけたらなと思っております。以上でございます。竹原議員。赤字事業を市民の皆さんと共にじゃないですよ、やっちゃいかんのじゃないですか。ねえ、負担はあなたがするんじゃなくて後々の市民がする、あるいはもう阿久根市の常としてやりっぱなしでボロボロになってしまうって、そうなるでしょう。どうしてそこを考えられないんですか。いかがでしょう。西浦市長。お答えいたしますけれども、このことについては市内への経済循環というのも一つ考えているところでございます。市内のものを購入いただくということもなりますし、何よりも阿久根に来てもらうという市外の方々の行動によってそれこそ人流が生まれるというところもありますので、全てが全て、市民の皆さん方の負担になるというふうには私は考えておりません。以上でございます。竹原議員は、そういった事業をして経済波及で成功したことがあるんですか。いかがでしょう。西浦市長。市が整備する施設の中は要するに市民の皆さん方の福利厚生に資する部分というのも多くございます。収益を求めてですね、そのことだけで回すというのはそれは民間事業者がやれればいいんですけども、なかなかそうならないという現状がある中で、市としてやはりある一定程度の負担をしながらやっていくということは、これは市民サービスの提供につながるものと思っております。議会の中でもさまざまな議論がある中でいろんなご提案ありますけれども、市がどうしてもその分を財源として負担しないといけない部分、例えば医療関係もそうですし、そこだけを開けていけば当然ながら負担は増えてくると、ですけれども地域の方々にとっては必要な場所であると、そういった面も含めた中で市が提供するサービスというものは収益性だけを考えることなく市民の生活の充実にするべきもの、そのように考えているところでございます。竹原議員。トータルとしてですよ、赤字こんなものに負担を作るもんだから、後々市民を幸福にする、ね、福祉事業に使う金がなくなるんですよ。目の前のことだけじゃなくて将来のことを考えてやっていかなきゃいけないじゃないですか。トータルとして考えてます。だから今までのやつは全部採算合わないような状態になってきてるんじゃないですか。そしてですよ、今まで市民福祉のための使い方が少ないからみんな出ていってる、そして今もこれからの先の負担があるから、基金を積み立てながら箱物を作る、もう最悪じゃないですか。この人口減少の原因はその計算ができないということにあるんだと私は思いますけど、いかがでしょう。西浦市長。この万松学校公園の整備についてはですね、今後全線開通が見込まれる西前自動車道、この開通を見込んでいるところも正直ございます。今阿久根市において一番人を集めるのはやはり万松学校公園です。特にご家族連れ、高齢者の方々は地元の方々は夜来て歩いていらっしゃるとありますけれども、多くの方々が市外から訪れるこの場所をさらに充実していくことでよそからの誘客を引き込むと、さらにまだまだもう少し全線開通には時間がかかりますけれども、そこを見据えたときにあそこの場所というのは非常に価値があるものというふうに私は感じているところです。
そこに対して先行的に魅力あふれる公園になるように投資をしているというところでございますので、決してそれが全て私は無駄になるとは思っておりません。以上でございます。竹原議員。先ほど申し上げた関係人口交流人口に含まれるわけですよね。阿久根氏が想定しているその関係人口交流人口の中に商店に対するお客さんなども含まれていると思いますけれども、そこはいかがでしょうか。それを何人ぐらいと、商店街、商店街も、商店街含めて、阿久根関連、この言葉そのまま受け取ればですよ、関係人口交流人口ね、人々が行き交うその人口のことでしょ。お店に来る人たちも含めてでしょ。入ってないんですか。どうなんですか。そしてそれはおよそどれぐらいと、数字を教えてくださいって。1万人ですか、10万人ですか。トータルとしてを考えてるんでしょ、交流人口関係人口は。そこ数字言ってくださいよ。阿久根市の関係人口交流人口はいくらですか。そして将来の見通しというか、あの目的はどれぐらいなんですか、教えてください。商工観光課長。市として商店街とそれぞれの入り込み客までは把握しておりませんが、阿久根市におけるいわゆる観光入り込み客数、これにつきましては先日の一般質問でも市長の方が答弁しましたが、主な観光施設等における入り込み客数、それから宿泊客数、ここを集計しているところでございます。で、令和5年の入り込み客数が約41万5千人でございました。以上です。竹原議員。ね、要するに同意されると思うんですけども、阿久根市に来ていろいろ行動される、来たり行ったりされる方の人数ですよね。ね、今阿久根市が集計するのはとりあえずあの施設なのということでしょうけれども、トータルとしてですね、阿久根市は阿久根市にある AZ、年間何人の集客数があると思いますか。調べたことありますか。商工観光課長。AZ の入り込み客数自体はちょっと私も店長と話はしたことあるんですけれども、ちょっとそこまでは把握してないところです。以上です。竹原議員。650万人以上です、ね、皆さん阿久根市のやってる事業で辺の突っ張りにもならない、暗いもんにならない交流人口があるんです。関係人口といいますか、あなたたちがなんかなんかな、ままごとみたいな感じでやって成功したみたいに言ってるのとはるかに違う。実際市民が、あるいは市外の人たちがそこで買い物をして、いろんな、ね、買い物バスなんか出してもらって、あそこに比べてこの市役所のこの活躍といいますか、税金をたくさん使うだけで成果はその程度ですよ。そこも含めてですね、考えなきゃいけないじゃないですか。ねえ、はい、はい、おかしな話です。竹原議員、ちょっと何ですか。何ですか。何、あの座ってください。発言をやめてください。ちょっと発言をやめてください。時計を止めてください。木下議員、発言があれば発言を許します。進行上です。進行上です。問題発言です。はい、不適切発言を今竹原議員が行政のやっていることをままごとと言い申しました。これはもう不適切発言です。訂正させて進めてください。竹原議員に申し上げます。発言には十分注意してください。はい、時計を起こしてください。竹原議員。はい、
じゃあままごとというのを訂正させていただきます。本当に比べ物にならないような成果で頑張ってます。市民には逃げられて努力しているのにって本当に話にならないですよ。どうしてそんなことができる。例えばもうことごとくなんですよ。仕事の仕事を知らないと言いますか。板書が公園のトイレは私が修理しましたよ。ね、389の草刈りも私がしましたよ。その分、本当ね、仕事は遅いわ。そして先ほどのその、なんだっけ、建物、壊れそうな建物についても、2回手紙を出しただけ。ここで言って初めて、この間台風の後ですよ、副市長に私が言って、その後動き始めたんですよね。現場がそこであるということも分かってもいなかった。どんだけお粗末なんだ君たちは。恥を知れと市民から言われてもおかしくないです。終わります。竹原慎一議員の質問は終了。